長尾美町尾花は鳥取県にある岬である。標高80メートルの溶岩大地が日本海に侵食されてできた海食崖けである。様々な洞門、祈岩などを作り出している、気象地で落葉の眺望、釣り場、ロッククライミング、フリークライミングなどで知られる。西稲葉県立自然公園の一部をなす。長尾花の一町尾美花は、 約250万年から500万年前に火山から発生した安山岩質の溶岩流が日本海へ到達して形成されたものである。標高80メートルほどの大地が南から北へ伸びており、大地上には安山岩風火山赤土や大船による火山灰が堆積して林野が形成されており、一部は畑作にも供されている。海に面した部は中上、 万丈の摂理が顕著で、青色の安山岩が切り立った断崖絶壁を成しており、高いところでは70メートル以上になる。また、日本海による侵食が激しい部分では、断崖の途中に水平な岩棚が発達している。地名の由来は、鳥のお葉のように見えることから長尾花と呼ばれるようになったとされている。断崖や時折見られる岩棚には様々に呼ばれており、平坦な 霧リイ湧水のある、千染池修行像がいたと伝わる、寺屋敷などの故障が残る。半原発共有地の芋畑ケタカ青谷町とケタカ町の両町が、鳥取市に合併する以前は、長尾花に町境があった。町境は、岬の突端部から東寄りにある、小さな入り江付近に位置していたが、この入り江には1980年代に、 中国電力が原子力発電所の建設を計画したことがある。当時はアメリカでスリーマイルトン原子力発電所事故が起きた直後で中国電力が原発建設計画を正式発表するより先に反原発の市民団体によって計画が公表された。当時の報道によれば青谷原発は110万キロワット級の原子炉3基を備え中国地方では 最大規模の原子力発電所となる目算だった。中国電力側は当初計画の存在を認めなかったが、翌年に計画を認めた。青谷町議会は反対を全会一致で議決したほか、桁課長でも町長が反対を公式に表明する中、地元の反原発の市民団体が予定地や周辺地を買収して共有化してしまい、原発計画は事実上頓挫した。さらに、 東側では、岬の付け根に、船磯港があり、岬側の高台にある、魚見台から一望することができる。その先には、アネパク海岸、浜村海岸の砂浜が長く続いている。長尾花から眺める高天の日本海と丸山先。その先に明神先、小ホ花が見える。一方、長尾花の西側の青谷町には夏白地区と、沿岸漁業を行う夏とまり港がある。 夏白地区は、戦国時代後期から江戸時代初期にかけて、鳥取県東部を治めた亀井惚れのりが、地区全国の漁師を定住させたのが、始まりと伝えられている。地元の古文書によると、この漁師は、地区全国家地面村の出寺で、文禄の役で、日本水軍の水先案内人を務めた、港により夏白地区一帯を、免措地として与えられた。 漁師は、初代スケエモンを合し、夏白の海祖となった。スケエモンの妻は素潜りを得意とし、住民に、天の技法を伝えて夏白の伝統となった。天漁は、山陰地方では、唯一のもので、現在も天漁によって、鳥取県のブランド岩垣である、夏木の産地の一つのなっている。また、ワカメ、以外、イ、モズク、アワビ、サザエ、天草の天漁が行われている。 このほか、夏白漁協によって以下、浜地の漁が行われている。夏泊港のさらに西側には、勝部川の河口があり、川口と夏泊港の間には小規模なサスが形成されている。勝部川の河口の西側は、丸山先と呼ばれる突端部があり、そこからさらに西へ明神先、オホ花といった岬が断続している。長尾,尾灯台は、長尾花にある灯台。 前身は1947年に設置された夏泊塔柱で1953年に現在の灯台に改められた。ここでは国土地理院地図で採用されている長尾花をひじめとした。ありがとうございます。